オロチマルサスケくん、その術はやめておきなさい。これの違和感に気づいた読者に対するみんなの反応を見ていくぜ。何の術だよ。キリンやで。キリンさん。お色気の術やぞ。草？術の名はキリン。キリンだったら天空にカトンやるはずやからちゃうぞ。キリン一回しか使わんかったのもったいない。アニメでは最後のナルト戦で使ったな。かっこよかったわ。これフートンらせん手裏剣やないの？それはカカシヤマトと修行してやっと得得した術だろ。これは逆ハーレムで解決したやろ。岸本、とりあえずこういうシーン入れたら盛り上がるやろな。それもやけどペイン戦前に蔵入りのガマと話してたナルトのあの術の完成がうんたらかんたら言ってた方が気になるわ。同じ術のことなんやろか？トートン術やぞ。スケルトンって読むんかと思ったら普通にトートンやったわ。正解貼っておくぞ。普通にヤマトに負けそう。オロチマル、サスケくん。寝起きでライオンの準備忘れてるじゃない。オロチマル、その術はやめておきなさい。師匠の鏡。保護者丸好き。これオロチマルが来なかったらどうなってたん？サスケヤマトにボコられてたん？シャリンガン持ちや師匠もないヤマトの木遁じゃ無理やろ。この時のサスケっておかげにも勝てないのに生きててくさ。連載終了後はあの術って何やったんや？キリンやで。めっちゃいい天気なんですがそれは。天気が良いからやめとけ言っとるんやろ。わかるやろ。キリンやぞ。天候ええのに使おうとしてサスケが恥かきそうやったからやめた。やっぱ保護者丸やな。くさ。オロチマル、おま。使えない。今その術使えない。内進行だと思うとほんとくさ。ジライアのあの術は使うなよに対抗してそれっぽいこと言ってみただけやで。キリンだったんやろうけどノーリスクだと強すぎるから後で条件追加したんやろ。これはあり得る。言うほど強いか？スサノオがイカれてるだけでキリンも十分強い。条件なしで連発されたらスサノオでも耐えられんちゃうか。イタチは防御系最高クラスのスサノオ出して無傷で済んでるけどサスケ曰くもろに食らったら一瞬で消し済みになる火力やで。終盤スサノオボロボロやし言うほど強くないやろ。今雨降ってないから発動できないことに気づいてないサスケ。だけどそのまんま指摘するとプライドを傷つけるから違う表現で配慮した。晴れでも使えるけど雨の時はチャクラの消費量を抑えれるってだけだぞ。そら使うな言われたから連載終わるまで約束守ったんやろ。地雷や、あの術は使うなよ。オロチマル、その術はやめておきなさい。ほんまやな。なんか気になる。キリンって曇っとる時しか無理なんやっけ？使うと自動的に曇るんやなかったか？イタチ戦で頑張って火の術で上昇気流高作って雨雲作ってたはず。おびと、その術は俺に聞く。やめてくれ、何の術だったの？千人殺し。ここのナルトとサスケの禁術でついになるの作ろうとしたけどやめたんやろうな。サスケ大人になってからキリン全く使ってないよね。キリンがイタチ戦の一技として一回しか出ていないという事実、もったいなすぎる。あれチャクラ消費が少ないだけで雷影チョップに遠く及ばんお遊びやし。オロチマルは子供の頃はなんかクールでかっこよかったのに、なんであんなのになっちまったんやろ。言いつけを守ってずっと使わんかったんやろ、優等生やん。有力なのはキリン、もしくは種をまいておいたかって感じ。ナルトの時もだけど、こう言っておけば後で回収しやすいし、この当時からキリンの構想があったかは岸本にしかわからない。構えから見てもキリンだろう。不発で恥かかないように止めてくれたんだね。指定感出すの術。オロチマルの首がビューン伸びるやつちゃうか。わざわざ敵であるオロチマルが止める理由もないから不発のキリン説が濃厚。術を完成させた時は試行錯誤しまくっててライオンも偶然できてたからキリンを打ててたけどサスケはそのことを知らなかったんだろう。ナルトのは9尾か4本目。サスケのはキリンやろな。まあ普通に考えたらそうだよな。ただナルトの9尾かは術ってなるし、サスケのキリンは晴れててあの状況じゃ使えないしで突っ込みどころがあるよな。実は晴れでも使えるけどリスクがすごいとかじゃないのか。カトンで雨雲作って使えるけど時間かかるし目立つしチャクラ食うし雨降るしでやめてほしかったんちゃうか。水のないところでこれほどの水遁をするより水があるところでやった方がコスパいいまとなことっしょ。口寄せのマンだと思ってたう。構えからしてキリンだろうけど初期案は普通にチャクラ大量消費の雷遁だったのかもしれない。キリンは余波だけで内葉のアジトを粉砕するくらいの威力だったし。イタチもヤタの鏡持ってなかったらスサノオごと倒されてたんじゃね？あれはヤタの鏡間に合わなかったんじゃ。すべての攻撃跳ね返すならイタチがあの後ダメージ受けてるのは不自然でしょ。ス草の尾だけで受け切ったんでしょきっと。アニメのナルトとサスケの最終決戦で、クもある程度の天気でサスケ普通にキリン打ってるで。しかも美獣化陸道ナルトを叩き潰す意味は強いで。不完全なキリンな上にチャクラ消費も激しいからやめておけってことじゃね？技のかっこよさで言ったら、浅く弱には到底かなわない。それならヒルトラやろ。あの手の組み方くっそかっこいいわ。二人とも何かイルのチャクラを使う術やったんやけど、後からもっとええ設定ができたから、変更したんやろ。アニメでラスト使ってたよね。キリンって曇っとる時しか無理なんやっけ？使うと自動的に曇るんやなかったか？カトン合流化で上昇気流作ったんやで。ナルトって地雷跡の狩猟で何覚えたんや。マジで何も覚えてないで。ひたすらキュービコントロールを頑張ったけど失敗したのがナルトの3年間。だからヤマトの出現はナルトにとって本当にでかい。大玉ら洗顔覚えたから。暁から守るために狩猟の名目で疎開しとっただけやろな。ナルトはちゃんとフートンら戦手裏剣というオリジナル術開発したのに。サスケはカカシの千鳥頼りとかなんかねえ。でもら戦手裏剣とキリンなら互角だろ。ら戦手裏剣は殺傷能力、キリンは範囲と必中で強い。でも結局シンプルな千鳥ソードがまだら真っ二つにできる最高火力なんだよな。8問開けた台でも無理だったのに。キリンってナルティメットストームでめちゃくちゃ強いよな。下準備戦でも打てるけどした方が強い説。樹蔭系の技なんちゃう。イタチが引っこ抜いたから使う機会なかったんや。SD の保護者様とカブト好き。この時のナルトにキリンを使ってたら死んでたと思う。キリンめっちゃ好き。チャクラ消費少なそうな割に破壊力あってコスパ良さそうなところに火の石を感じる。普通にキリンやん。保護者丸ほのぼのする。キーキミ口寄せ。ナルトのはお色気逆ハーレムの術じゃない？サスケ、カッコつけててあげたんはええけどめっちゃ晴れとるやん。オロチマル、やれやれ仕方ないわね。ナルトが2年間で得たものサスケ、桜と比べて少なすぎるよな。キリンだけど空に火吹きまくってたらメタ的におかしいからああいう形になったって考察好き。まあここはキリンでいいだろ。カトンによる上昇気流は後から付け加えた条件ということで。そもそもアカデミーで真面目に学んでなかったからナルトが地雷跡の狩猟であまり伸びなかっただけやろ。止めろ言われたからずっと止めてるんやろ。サスケめっちゃ素直なええ子やん。術の名はキリン、雷鳴と共に散れって騎士影様にしては活かしてるセリフなのに。チャクラ宙返りやぞ。キリンは自然の落雷のエネルギーをチャクラ代わりにして雷攻撃っていう術。つまり逆に、死ぬ気で自分のチャクラ消費して、自然の落雷の代わりにすれば、晴れていても自力で発動させることもできるってことでいいんでない。自然のエネルギーの方がでかいって話だし、しょぼいキリンしか出ないだろうが。まあ間違いなくキリンなんやろけどあの状況じゃ発動できないからオロチマルに止められたんだろ。